は、またです最近だいぶ涼しくなってきまして過ごし,過ごしやすくなってきました皆さんいかがお過ごしでしょうか今日の動画はですね、えーっとま、乗ってる方は分かると思いますがまたダイハツソニカの関係の動画でお送りしたいと思いますさあはいこのソニカですね 皆、えー、乗られている方は、えー、ともうご存知な方も多いですし、意外と,、えー、と有,名かな有名な話かなとも思うんですけども、えー、実はこのダイハツのソニカですね、えーとまあ、今日、えー、と撮る動画の内容になるんですけども、 太陽の映り込み、まあ、運転席に座ってハンドルを握って見えるダッシュボードからの映り込みですね、その、えっとまあ、フロントガラスへの映り込みが非常に、えっと、激しいです、かなり見にくい、意外とあの口コミサイトで見ててもです、ね、意外とあの書いてあるんですね。はいえー、っと意外と まあ、映り込みが激しいということでですね。皆さん、どうやって対策してるのかなっていうのも、私、疑問に思うところなんですけども、まあ、えっと、私、元がですね、こういう形で使って、えっと、映り込みの軽減を図ってですね、運転しやすいようにしているよっていうのをえ、今日お伝えしたいと思います。まあ、あの、映り込みが激しい時ってね、どういう時かっていうと、まあ、大抵、えっと、太陽がカンカンに出てて、えすごく晴れた、よく晴れた日、 だったりする時に、えっときに映り込みが激しいとかですね逆光になっているとか、まあ、あと、えっと、ちょうど今、秋に差し掛かもう差し掛かっていて、えっと、やはり夕日の時間が長いとか、ですね、えっとまあ、そういう、えっと時とか、意外といろんな場面あると思います、まあ、あとは夜でもですね意外とその街灯の光とか。 えっと、対向車のライトの光とかで意外と映り込んだりしてですね、えー、と見にくくなったりするときってあると思います。まあ、いろんな場面があ,るありますし、その時々によって変わると思うんですけども、えっ、ー、とー、やはり、ね、映り込みがあると、えっ、ー、とー、やっぱり前が見にくい。えー、前が見にくいとなると、 やはりあと一番起こしちゃいけない事故につながってくるとかですねあのそういうことにつながってきてしまうのでやはり映り込みっていうのは少しでもですね抑えたいというのはあると思いますじゃあまず今日の天気どうかなちょっと見てみましょうかはい、はど、い、ん天です、えー、なんでこんな日に撮影しちゃったんでしょうねまあしょうがないですね、えー、今日はどん天であんまり映り込みがない日になっちゃいました。 さあ、ということでですね。えっ、ー、と、じゃあどういうものを使って、えっ、ー、と、映り込みの対策してるのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。はい。車の中にやってきました。えー、私が使っているのはですね、もう早速お見せしてしまいましょう。じゃん。はい。こちらですね。 全体をちょっとまず映してみましょうかはい、こんな感じになります。はい、えっ、ー、とー、これはですね、まあ、私、よくヤフーショッピングを使ってるんですけども、まあ、もうすでにですね、購入して、えー、とーもう1年ぐらい経ってます。 で、まあやっぱり、えっと、映り込みが激しくって、えっと、最初はですね、えっと、どういうものを使ってたかっていうと、まああの、裁縫用品とか、あの、手芸屋さんとかで売ってるフェルト生地ですね。フェルト生地を、のちょっと長いやつを買って、まあもしくは、えっと、フェルト生地がうまく手に入らない、まああんまりないと思いますけど、そういう時は、えっと、 文房具屋さんとか行って、えっと、集字の下に敷く、えっと、まあ、あれフェルト生地っぽいやつがあるので、それの大きいやつ買ってきて、えっと、ここにですね、えっと、形ちょっと切って、えー、乗せたりしてました、えー。それのですね、えっと、まあ、それでもやっぱり映り込みっていうのはすごく軽減されたんですけども、えっと、それの欠点はですね、 えっと、ここの、まあ、今自分が使っているやつはそうですけども、まず空気穴。まあ、もうちょっと短くすればいいんですけども、えっと、やはりちょっとギリギリまで攻めたいなとかですね。え、奥の方もそうなんですけども、まあ、これちょっとね、ぽこと盛り上がっているところがあると思うんですけども、えっと、奥のエアコンの吹き出し口の穴を確保したい。 そういったときに、やはりどうしても、あのその場所を塞ぐような格好になってしまったりですね、えっと、こ、こ,この穴の位置がうまくいかずとか、固定があとうまくできないとか、まあ、そういうのがやっぱりありました。で特に今、秋の、秋ですね、涼しい時期になってきたときに、えっと、やっぱりどうしても、あの、窓を開けたいっていう、えことがあったりしてですね、まあ、ね、 なった時にえっとうまく当然フェルト生地フェルト生地ってうまく固定ができなくってまあ私のやり方も悪いのかもしれないんですけどもやっぱりバタバタバタってバタついたりしてえっとベロンと剥がれちゃうっていうことがよくありましたえっとまあそこの煩わしさがあって まあ前々から調べて、えっと、こういうのがね、あるっていうのは知ってたんですけども、えっと、まあいかんせん、まあそんなに安いものでもないということで、えっと、ずっと、えっと、どうしようかなって考えたんですけども、まあ一応買ってみるか、ということで、一回買ってみました。で、えっと、私がまあ先ほどお話しした通り、私、ヤフーショッピングっていうのをよく使ってるんですけども、まあそこで、えっと、 ソーニーか、半角開けて、ダッシュボード、半角開けて、マットと検索してですね、まあ、カ,テロカテゴリーのところで自動車のところさえ選んでおけば、まあ、大抵上の方にあのパッパパパーといろんなものが出てきます。えっと、まあ私のやつはですね、お値段的には、えっと、ちょっともう1年前でうろ覚えですけども、大体確か、えっと、送料込みで、えっと、6000円ぐらい。 の商品だったと思います。ちょっとさっきパッと検索してみたら、まあ送料はちょっと別途ちょっと置いといて、えっ、ー、と、製品自体の価格としてはだいたい5600円から、まああと物によってえ9000いくらっていうものもありました。で、えっ、ー、と、まあ私のはですね、レザー調の方、あの生地、記事、 のもので、えっと、そのスティッチは、えっと、黒の糸で、えっと、やってもらうようにしてますが、えこの商品ですね、えっと、もっと他に色々あります。えー、私、まあ、さっき言った通りレザー調ですけども、えー、スエード生地のものがあったり、えー、他にもですね、何種類もあります。で、さらに、この糸ですね、糸の色も、えっと、実は何色も選べてですね、えー、さっき、まあ、さん見たんですけども、まあ、どれも、えっと、糸の色、 選べるものが、えー、とありました、まあ。緑だったり、赤だったりっていったりですね。まあ、いろんな他にももっといろんな色があるんですけども、えーと、そんな形で色が選べます。じゃあこれをつけてですね、えー、じゃあ実際映り込みどうなったのっていうところが一番重要だと思います。えー、と じゃあこれつけてどうなったのって言った時にですね、まあ今日もカメラで、あのカメラっていうのもありますし、えっ、ー、と、まあちょっとドン点っていうのもあるので、えっ、ー、と、ちょっとどういうふうに映り込むかっていうところだけ、えっ、ー、と、お話ししますと、今見えてるこの吹き出し口の、えっ、ー、と、ところは、えっ、ー、と、若干ですね、下の方に、えっ、ー、と、映り込むような形になってます。 なりますただ、その映り込むレベルっていうのも、えっと、うっすら、うっすらぼやーっと少し映ってるレベルで、えっと、運転してるときは全く気になりません。で、えっとじ、あと実際ここら辺のですね、えっと、まあ、元の字の色ですね、がソニカっていうのはそのフロントガラスにすごい映って、もうモヤがかかったように見にくいんですけども、 えー、そこら辺はものすごく軽減されます。もう全然逆に移り込みが少ないです。はい、ちょっと外からですね。えっとさっき言った移り込みがあるところっていうのはだいたいこの吹き出し口のところに隣接する跡が。 映、えっと、り込みしやすいかなっていうところでは、えっと、あるんですけどもえそれ以外はですね映り込みかなり軽減されましたでやはり嬉しいのはあのさっき言った通りですねエアコンの吹き出し口が、えっと、きっちりその車種で設計されているのであの置くと、えっと、ぴったり合います。でえっと、取り付けもですね、えっと、例えばこの ちょっと見,や見にくいですね、えー、っとさっきも室内の映像で見たかもしれないんですけども、もマジックテープで基本、ちょっと固定する形になってます。えー、っということで、えー、っとこのえー、っとフロー車種別設計の、えー、っとフロアマットですね、えー、っとこれを買って、置いてですね行くとかなり運転がしやすくなります。 あとですね、えっと、まあ、意外と、まあ、自分も、そう、そうだ、そうなんですけども、えっと、中にはですね、まあ、えっと、ソニカをかなりスポーティーに仕上げて、えっと、まあか、かっこよく乗りたいっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、えっと、意外とそういう方にもですね、このレ,レザー調の生地の、えっと、ものって、 えっと、そうですね、なんかこう、ラグジュアリー感が増えちゃうとか、そういうのは少ないのかなと、私個人的には思ってます、えっとまあ、中にはですね、もうちょっと探したら、もっとスポーティーなもの出てくるかもしれませんが、私はこれ、気に入ってますね、ス、え、ッ、っとまあ、と意外と馴染んでるかなっていう感覚もあってですね、えっと、これ、買ってよかったと思ってます。 はい。ということでですねえ、今日はこのフロアのダッシュボード、まあ、ダッシュボードのですね、マットのご紹介をさせていただきました。えっと、逆にですね、私、こんなの使ってますっていうのがありましたら、えぜひですね、コメント欄などで、えっと、教えていただければ嬉しいです。まあ僕もですね、なかなかあの、いろいろ模索はしてますが、あの、実際、 こういうのって買って使ってみないとわかんないっていうのが多いと思います。で、今回この、えっと、商品を紹介したのもですね、意外とやっぱり安くないんですね。あの、さっきも話したように、まあ、約6000円ぐらい。え、物によっては、まあ、9000円ぐらいする、あの、マットも、あの、売ってる中で、それを本当に効果があるのか、どこまで効果があるのかわかんない状態で買うっていうのって、意外と勇気があると思います。まあ、その中で、まあ、 これはあくまで一つになりますが、まあ、ちょっとご紹介させていただいてですね、あのー、悩んでいる方の購入のきっかけにですね、なってくれればと思います。あのー、これが付いてる、付いてないとではですね、えっと、本当に大きく変わってきます。かなり映り込みっていうのは軽減されますので、ぜひですね、騙されたと思って、えっと、使ってみてはいかがでしょうか。 ということで今日の動画、えっと、これで終了したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。